えー、はい、こんにちは。ミートラッチです。いやー、あの、二日連続な感じで雑談コーナー始めたんですけど、もうなんかさ、カブトムシのことで、もう胸がね、こう、いっぱいなわけですよ。いっぱいになっちゃったからね、ついまたね、ライブ配信始めちゃったんですけど、えー、今週の月曜日にね、えー、息子の保育所で、カブトムシのオスのね、里親になりませんかっていう話が来たんですよ。で、もともと、うち女の子が3匹帰ってたんですね。 ねえ、なんか、うちのむすちゃんが、僕、女の子好きから、みたいな感じで言ってて、もう誰もどこかのお家に出すこともなくていたんですけれども、なんかやっぱね、愛が湧いてきちゃったんですよ、私の中でね。で、でいっぱい、こう、カブトムシについて、こう、検索をしてたわけです。で、検索してたら、なんかあの、カブトムシのオスというのは、 あの、ご飯を食べているメスにね、無理やり交尾を仕掛けたりとかね。でしかも交尾が成功したらね、無理やり引っ張がして自分がその後メスのね、メスが食べてた餌を食べるみたいなことを書いてあってね、もうとんでもないゲス野郎だなと思ったわけですよ。もう本当に私、あけみちゃんとふくちゃんとまおちゃんともう名前つけちゃってるぐらいですから、あの、もうちょっとこんなね、下道なね、男のところにね、わざわざ、あの、会う必要はないと思ったわけです。 で、うちになんか、うち飼ってる生き物がね、どうしてもウーマンリブ傾向になるところがありまして、で、グッピーもね、あの、男子が入ってきて、こう、ちょっと自分の腹をつつこうものならね、あの、尻尾をギザギザにするっていう、サッポーって名前つけてるメスがいて、で、うちのグッピー水槽をレスボス島って呼んでるんですけど、まあ、そんな感じなんですよ。だからね、もう女の子だけでいいと思ってたんですけど、まあ、なんか保育所からご縁があって話が来ちゃったんですね。 で、これね、私の悪いところだと思うんですけど、私が、私が、とっても20年前から買いたいのは、ベタなんですよ。ベタの、猫は買えたからね。あのベタの、あのー、最近にメタリカっていうのがすごい買いたいわけですよ。私が買いたいはそれなんだけど、でもだんだんメタリカと離れちゃう。なんでかというと、それは、あのー、 私のところに生き物の里親になりませんかっていう話が来たら、もうこれが最後だと思っちゃうんですよね。きっと私が断ってしまったら、もうこの人たちは次行,き行くあてがないんだっていうふうになんかすごい思い込んでしまう癖があって、でなんか例のごとくにね、オスもいただいてきたんですよ。でそのオスがね、なんて言うのかなーなんかこう、葉っぱさえ上に被ってればいいんじゃないぐらいなレイジーなやつで、 ちゃんと潜れよとか言って私はいつもううちに来てからね、こう思ってたわけですよ。なんか、うーん、なんかこうオスだけどちょっとトロ臭い子来ちゃったな、みたいな感じでこうやってね、見てたんですけどね。昨日の夜のね、牛つ時。私目が覚めちゃってで、どうにも寝つけないんですよ。胸がそわそわして。できっとこれは何かあるんじゃないかと思って、それでカブトムシのとこ行ったんに、ね、案の定交尾をしてたわけですよ。多分あれ、うちのね、まおちゃんだと思うんですけど、 真央ちゃんがご飯食べてるところねなんかこうちょっとねジョイントしてるわけですよちょっとちょっと体勢無理だけど一応戦隊員なんだろうなみたいな感じになっちゃってねでもなんかさカブトムシの交尾って殺伐としてんですよねもうこんな話してるからなんか動画止められそうなんですけどなんかさこう TL じゃないのよねで幸せな感じの TL っぽくなくてねもうどっちかって言うと青年コミックなのよノリが それあのカブトムシ女子みたいなのがね、森があるが限界でね、その先のカブトムシ女子みたいなのがね、あんまりブームにならないわけですよ。なんかもうほんとね、青年漫画だからね、なんかそれ見てね、うーんっていう気分になったわこうやってこうやって、こうやってこう声かって、スマホかわえてね、一応息子にね、なんかこんなことになってたって言おうと思って、こうやってやってて、なんかね、もうだんだん気分がハードボイルドになるわけ。 これね何かに似てるなと思ったねオークの滝山さんなわけね皆さんご存知ですかフジテレビでやってたあの超有名な名作オークすごいね浅野ゆう子さんがねうダブル浅野時代を超えてからねあのたどり着いたね滝山というねこう徳川家のね繁栄のためであればねあのこう自分を押し殺すことも辞さないみたいなねあの鬼女みたいのがいたんですよまあ、ね も私も引き取ってしまったからにはね、これは繁殖をさせねばならんと思っているので、ね、もう姫様の幸せ、まあどっちかっていうと多くだとさ、お殿様だけどさ、こ,こをね、思いながらね、ぐくぐっとこらえましたね。ぐっとこらえてね、そしてもう寝不足です。まあそんな感じです。この後どうなるでしょうかね。もしあの、繁殖、うまいこと成功したならば、どなたか、 私のお客様もらってくれないかなと子持ちの方ねというふうにちょっと考えております。ええー、まあこんなところでえっ、ー、とカブトムシのお話でした。多分おスネ、ね、今名前の候補考えてるんですけど、このまま行くとね今ね仮の名前で呼んでるの吉野部ねあいつ綱吉か吉野部って綱吉の子あってんね綱吉か秀忠だか家重にしようかなみたいなことに、ね、ちょっと思ってます。 ま、そんなわけで、また、あの、カブトムシのお話、続編があったら、雑談しますね。えー、ミトラチのえ雑談なんですけれども、独占しませんか えー、今だったらクラブハウスあの体育館裏の泉いらっしゃる方ほとんどいないので、えー、独占してお話しすることができますあとはえっ、ー、と対面鑑定電話鑑定のねアフタートークとしてもしご希望があったらねまあ5分か10分ぐらいですけれどもお話しいたしますそ、えー、んなわけで、えー、ご予約だったりねご,ご視聴今後もお待ちしておりますではではこの後も良い一日をバイバイ